何万ダウツ何万ダウツ何万ダウツ,ンンダウツンンダウありがとうございましたじゃああね、あの少しばかりお話をさせていただきたいと思いますあのちょっともしかしたら漢字書くかもしれないので黒板をやっぱり日本語って。 結構漢字を、ね、こう説明しながらお話しするのってすごく大事だななというふうに思うので、ね、あ,の、まあ、あんまり綺麗な字じゃないかもしれないですけれどもあの皆さんで、ね、一緒に仏法を、ね、漢字通してあのまたあの味わっていただければなというふうに思います。はい、ではあの、ね、お話を始めさせていただきたいと思うんですけれどもあの先月5月にですねちょっと撮ろうかな。 えっと、5月の5日に、あ1日にここを出まして、えっとね、サンフランシスコから飛んで2日に、2日から13日ぐらいまでですかね、日本にあの行かせていただくことができたんですね、あの私1人だけじゃなくて、あのここにもね、何人かいらっしゃいますけれども、あのお寺のメンバーの方と一緒に、えー、この親鸞上人ね。 親鸞聖人のお誕生850年をお祝いとプラス浄土真宗が始まって800年のお祝いをねあの京都の西本願寺で大きなお務めがあるということで,ねでねそれをメインであのそこにお参りさせていただくということでねあの38人ぐらいの方と一緒にねあのサンフランシスコから飛んで日本に行きました。 楽、ね、楽ししかかかかっったたでですすよねわかるかな日本とっても楽しい、ね、時間を過ごさせていただいたわけなんですけどもこの「大きな法要」っていうのはですねたい50年に1回とか100年に1回お勤めされるんですよね100年50年ごとに50年ごとにあのお勤めをしていってあのお祝いのお勤めをさせていただくわけなんですけども。 今日この2023年にその5月にその同じメンバーで、ね、あの京都の本願寺でお参りさせていただいたっていうこと、まあ、たまたまみんな、ね、あの時間があったから一緒に行けたかもしれないですけどもこれ考えてみたら、ね、50年50歳まで生きていくことができない人だったらそれさえも難しかったですよね。なののに、ね、皆さんあの で三ノ瀬から一緒にお参りができたっていうのはあすごいことなんだな,だなっていうのを、ね、あのあら改めて思いました。でね、あちょっとちょっと嬉しかったので、あのー、お年中買ってしまいまして、ねまあ、欲しかったから買ったんですけど、まあ、これを記念して、あのー、求めさせていただこうという、まあね、何でも買う時には口実が欲しいもんですよね。そ <laughs> そうそう,そうと思って、ね、お年中買わせていただきました。これあの後ろに 商人ご誕生850年ってちゃんと書いてありますのでまた50年後にもしよかったらこれ持っていけたらいいなっていうのもね思いながら分かんないです皆さんもまた50年後一緒にいけたらいいなっていうふうに思いますけどもねそういう口実で買わせていただきました綺麗でしょ、ね、もうそうあの光の当たり具合でねいろんな色を見せてくれたりするのですごく気に入っているわけなんですけど。 まあ、今日はちょっとねこのお年中を通してねあの話しさせてもらおうかなと思うんですが浄土真宗ではねこの宝具のことをお年樹っていうふうに言いますお年寿って言いますあの一般的にはね結構この辺りの方も「樹ず樹頭」っていうふうに言われる「お地図取って」とか「お地図をそんなところに置いちゃだめとかねそういうふうに「樹頭」って言いますね漢字で書きますと 数珠って玉を数えるって書いて数珠ですよね、うん。なのでね。この数珠っていう時の、この宝具あっとるかな？合ってます。<laughs> ちょっともうなんかよくわからなくなってきますね。そう、あの弾、ー、をこう数えるためのね。宝具としてこうか捉えられているわけなんですね。今この大きさですけれどもね。 腕につける時はこんな小さなものですけどいろんな、まあ、あのバリエーションがありますけれども本来数珠と言われた時はね108つ玉があるわけなんです108個、ね、108と聞きますと何を思い浮かべますか <laughs> そうそうそうね金を打ちますよねあのジュアの鐘をね打ちますけれども煩悩の数というふうに言われるわけなんですね。あの,煩悩の数があのこう 象徴されるのがでありますですからこう「呪図」と言われる時にはこの一つ一つ玉を繰り出して,こうて何万大仏何万大仏とお唱えしながらね多分信言かもしれないですけど何万大仏何万大仏ってお唱えしながらこの108個の煩悩をこうから離れていこうっていうのがあのそういうための法具道具として使われるのが呪図っていうのが本来のあり方なんですね。うん で仏教はあのご存知の通り煩悩っていうのを問題にします、はい。煩悩ってどういうものかって言いますと、あの新蘭師にはこんなふうにあの説明してくださいました。煩悩煩というは身をこの身を煩わすね。そして脳というのは心を迷わすって言います。もう一度言います。煩というは身を煩わす。 脳というのは心を心を患うあの悩ますというふうに私たちの悩みっていうのは頭も心もこうあの抱えてね身動きが取れなくなってしまうような時もありますけれどもそんな悩みだったり心配事だったり怒りの心だってそういうのは煩悩があるから止めどなく起こってくるんですよというふうにね仏教は教えてくれています。うん あの他にもね、仏説無領寿経というお経の中にはね、こんな言葉があるんですねあの、田んぼがあったらあったで悩むし、なかったらなかったで悩むし、家があったらあったで悩むし、なかったらなかったで悩むのような感じで、ね、続いていくわけなんですけれどもね、今風に考えてみたらですね、あの結婚していたら結婚していたで悩むし、 していなかったらしていなかったで悩むし子供がいたらいたらで悩むしいなかったらいなかったで悩むそしてあの仕事があったらあったで悩むし。 なかったらなかったで悩むとかねいろいろあると思うんですけれども皆さんどうでしょう自分のこととして引き寄せてもらった時にあそうだなあっていうふうに思うかもしれません私この間先日ねあのお友達であのご結婚されていてあのお子さんがいらっしゃる方とねお話ししているとこういろいろ悩みをねこう言っていると私はこういうふうに今悩んでなんかちょっといろいろね世間話をしていたら。 私のこの今独身ですけど独身の立場でこういうふうにこう考えている立場であるのとねあちらはねこう結婚されてお子さんがいる立場での悩みとかね考えてることって違うんだなと思ってねああこれは悩みっていうのはどんな時でもあるんだなっていうふうにねこの さっきの、ね「仏説無料受教の他があれば悩むし」っていう風になかったらなかったで悩むっていうのをねあ本当だったなっていう風にね思わされました、ねあのー、だからどんな時でもあるわけですから、ね、この悩みがある起こるっていうのは実は外からこの苦しみの原因が来るわけじゃなくってこの 私の煩悩仏教は教えてくれるわけ考えてあ仏教では考えるわけですですからこの煩悩から離れていくことがそのまんま苦しみから離れていく方法ですよっていうふうにね教えてあの考えているわけなんですね仏教ではですからあの浄土真宗の回想であります親鸞聖人もあの 実は比叡山この度もね行きました日本に行った時にねあの比叡山にのりましたけどそこの修行僧として9歳から29歳までねあの苦しみを離れるために一生懸命修行をねされてきました命がけのご修行だったということなんですねうまくこうねこの煩悩から離れられればいいんですけれどもみんながみんなね。 れれられるわけではない、えー、この煩悩っていうのは考えてみたらこうポンとこうね白いあの何か布にねポンとインクを落として一生懸命こすって取れるようなものじゃなくって内側からこう染み出ているもののようなものだっていうふうに考えてみてもらったらいいと思います。20年かかけても離れることができなかったむしろ、えー、自分は あの行を重ねれば重ねるほど。心のね、のこか,からもう、煩悩からね、離れられない。そういうものだったっていうところに気づいていかれました。あのー。煩悩愚足の自分だったというふうに言われます。愚足。っていうのは。 煩悩が外からあるわけじゃなくて私にもとからそのあとったもうこの中からあの私は何でできてるかっていうともう100%煩悩でできてるようなものでしたっていうふうにね気づいていかれたそういうお言葉だったわけなんですねえっと単独門っていうあのお経の,あのお書物の中にね新郎賞人はそのご自身の姿のことお心のことをねこんなふうにおっしゃってます浄水を 昔の言葉だからちょっと難しいかもしれません。もう一回言います。浄水をこらすといえども、色をしきりに動き、がつをかんずといえども、もうんなを覆う。浄水っていうのは、えー、と定める水って書くんです。 読みます「浄水」ってこれで書く読むんですけれどもあの心をまあねえっ、ー、と大きな湖をねちょっと思い浮かべていただければと,と思うんですけど湖とか池とかねそういうのを思い浮かべていただけたらと思うんですけれども浄水の状態っていうのは波風が一つも立たずに穏やかな状態の浄水の状態だったならばきれいに月のね 様子っていうのはこう古面に映りますよね。だけど私の心っていうのは常にこうねモー、はあ、があって、えー、なんだろうねざわ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 していてね古面がざわ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 わさ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 あの涙っていて全く真実をね見出すことができないんですよっていうふうにあの自分のこの煩悩愚足の姿をね嘆いていかれたわけなんですね。 煩悩から逃れ流れあそうそういうことをね語っておられるわけです。でそこで、えー、悩まれた親鸞上人はあの後のお師匠さんであります法然上人のもとにね訪、えー、ねられますするとね法然上人はこんなふうにおっしゃる「往生死後を念仏一本」っておっしゃるんですね。どういうことかっていうと「往生の行は念仏一つですよ。念仏を本としますよ」。 救いはお念仏ただ一つでですすよっていう,ふうにね教えてくだださったんですねだからそれはねどういうことかっていうと「煩悩があろうが煩悩がなかろうが賢かろうが愚かだろうがね私たちが救われていく道はお念仏一つですよ」っていうふうに教えてくださいました「お念仏」っていうのは何も阿弥陀仏です私たちあのずっとねお経でも えとお勤めの間でもね、えー、の前でもね「南弥陀仏南弥陀仏」南仏とお唱えさせていただきますけれども、えー、この、ね、南無阿弥陀仏を唱えることがあの救いのいいんですよっていうわけじゃなくて私のもとに南弥陀仏と,と届いてきてくださっているこの言葉をこの、ね、言われっていうところを聞かせていただいてうなずいていくっていうところが大事ですよって言われたわけです。 じゃあナム、ナモアミダブツってどういうことかっていうとナムっていうのは任せなさいっていう意味なんですね。でアミダブツっていうのはこの仏様のことです。だからナンマンダブツと私この自分の口で言ってるんですけども仏様がこの私の身に満ち満ちて私の口をこじ開けて任せなさいって言ってくださってるのがナンマンダブツっていうことなんですね。 ね、不思議です、ね、なんか自分で言ったのに仏様が私の中でこうこ口をこじ開けて何万大仏私に任せなさいよっておっしゃっているなんで任せなさいっておっしゃるのかっていうとそれは私の方に何一つね仏になっていく、ね、苦しみを超えていくための頼りになるものが一つもないっていうところをね見抜かれていたわけなんですね。 あのもしあてになるようなものが一つでもあるんだったらあここを越したらいいよっていうふうに教えてくれるかもしれないけれども一つもないっていうところを見抜かれたわけでありましただからね苦しみを気づかずに繰り返してる姿をねきっとね外で放っておけなかった見とってね放っておけなかったんだと思いますだから私の命の方にねこう届いてきてくださって私の命の上で。 仏私に任せなさいっていう風にね私と共にいてくださるそういう仏様であるわけなんですだから、あのー、この浄土真宗の教えは仏様の教えを聞いてね私がピカピカな仏様になっていくっていうわけじゃありませんこの煩悩がある限りね私がピカピカな仏様になることはあり,ますありえませんから何一つ仏様になるにはね、あのー 任せられない何も頼りになるものがないからこそ仏様が私のもとに届いて大丈夫よ私はあ,ーあなたの命任せなさいよ安心して生き,てきなさいよっていうねそのお心を聞かせていただくっていうところがねあのとてもあの私の私たちにとっては大切なことでありますどんなに知恵を蓄えてもねきっとこのこのね 世間を生きていく上ではね、きっととっても役に立ちます。お金を儲けたり、あのひ、ー、た人の役に立ったりね、あするかもしれないですけれども、仏になっていく苦しみを乗り越えていく上ではね、私たちが蓄えていくこの知恵っていうのはね、実は頼りにならないわけです。だからね、あのー、そう。 そしてこのねしっかり勉強してきたこともねやがて忘れていってしまう、ね、少しずつ置いていってしまう、えー、ようなね私たち存在であります、うん、あのこの間お話聞いててね面白いなって思ったんですけど、えー、JR 日本の JR の電車にはねいろんな落とし物があるんだそうです、はい、で一番多い落とし物は何かっていうとねまあやっぱり衣類 だそうですマフラーとか、ね、手袋、やっぱりあの暖かいあの冬,冬の時期ねあの、寒いと思ってマフラーとか手袋をしてきているけれども、あの車内というのは暖、ね、かいですから、きっと、ね、外して忘れちゃうんだと思うんですけれども、あので2位は傘だったり、ね、3位は書類だったり、で4位は現金だそうで, <laughs> で、どれぐらいお金落ちてるんだろうかというふうに思ったらですね、で2019年、東京で、 警察にと届けられた現金はね。少額39億円だそうです。そんなにそうそう。結構街にはね。落ちてるらしいです。うん。私あのまあ、1位はね。衣類でしたけども、私もあの身,身に覚えがありまして、大学生の時にね。あのアルバイトをしてたんですけどね。アルバイトで疲れてでそのままあのお友達の誕生日があったから。あの。 プレゼントを買いに行ったんですよね、デパートでちょっといいものを買ったんですでそれをねあのアルバイトの制服の袋の中に入れてで電車でねあのお家に帰る途中だったんですけどもあまりにもちょっと疲れててね途中で寝ちゃったんですねそしたら自分のパッ,パッと目が起きあの覚めたら自分の降りる駅でその衣類をねバッグをバッグごと。 プレゼントも入ってるのにもうそのまま落としちゃったっていうねことがありましたから何かうなずけるなって思いますあの別に落とそうと忘れようとしようとして置いてってるわけじゃないんですよねそう別の方向に目を向けたらその次の瞬間はまた別のことをして考えててね忘れてしまうような私たちだと思うんです、うん、入れても入れても勉強しても、ね、いずれはねあの れててっしまうそういうねこの心も頭も日々こうね変わっていく忘れていってしまうそういうものでありますだからこの地元紳士はねそういった面であの安心しててて忘れていっても大丈夫ですこのね私があのお話しした仏様のこともね宝石教でお話しした内容も あの安心しててて忘れていっていただいても大丈夫です覚えていかないとテストするよというような教えじゃないです私の言葉が大事なんじゃなくってこの仏様がどんなふうに私に届いてくださっているのかっていうところをね聞かしてもらってああよかったって安心してもらうだけで大丈夫ですので私の、ね、ことは覚えておらんでも大丈夫なんですがだからねこのお念仏がもしこの「 ずっとお唱えすることが大事だとしたらね最後の最後まで人生の最後の最後までお念仏唱えておきなさいっていうんだったらついていけないと思うんですよね <laughs> そしてもしねいつ病気になるかわからないお互いですそしていつ命を終えていくかわからないお互いですましてやこう災害にいつ会うかもわからないお互いでありますねあのいつかっていうふうに 私たち思いますけれどもこの「いつか」っていうふうなのはいつ,かいつ来だからだから今っていうのが大事なんだと思います災害が来た時病気になった時安心してお念仏を唱えるかっていうか言ったらできないかもしれないだから今ね聞かせていただいてああありがたいことだったっていうふうにね手を合わさせていただくことだと思うんです。 新蘭承認っていうの,はあのそうだから煩悩を抱えたままで、えー、そして悲しみのど真ん中でそして、えー、悩みのど真ん中でね出会って,い,てい,たいけるのがこの仏様ですよっていうふうに親鸞承人は教えてくださいましたですから親鸞承人はねあのきっと目の前で涙を流していらっしゃる方がいらっしゃったら,いら,っしゃったらねあそれは悲しみの原因はねあ 煩悩だから煩悩から離れていきなさいよとはねきっと言われなかったと思います。あなたの苦しみねあ悲しいねでもその悲しみ苦しみをねあ分かって一緒に悲しんでおられる仏様っていうのがあなたと共にいらっしゃるんですよ、ね、っていうふうにねきっと手を取り合いながら生きていらっしゃったんだろうなっていうふうに思います。最初に言いましたけれども浄土真宗ではこの「術」という言い方より「 お年中といいう言い方をねお年中はあの煩悩から離れていくための宝具じゃありませんね私たちは煩悩から離れることはできません煩悩を抱えて生きているからいろんな悩みとか苦しみを感じながら頭を悩ませて心をねえ痛ませながら涙を流しながら生きているようなそんな存在であります。でも その一つ一つのご縁をねあただ悲しい苦しいなんでこんな目に遭わんといけんのんだって終わるんじゃなくってその一つ一つのご縁をあこれが仏様が私のことを心配してくださっ,ったことだったんだなっていうふうにねあのご褒美を味わっていくご縁にもなるんじゃないかなと思います。そして こうやって苦しい悲しいっていう思っている私だからこそ放っておけないでいてくださる仏様だったんだなあっていうふうにねあの聞かせていただく声にねなっていくことだと思いますあのお念仏っていうのはあの今心あ念仏っていうのはこういうふうに漢字書きますけれども念というのは今心に、ね 念ずるっていう,ふうにあります私が,私,の私が仏様を念ずるよりも先に仏様が私のことを、ね、あ念じて心に念じてくださっているというところを、ね、大事に聞かせていただくというのがこのねおねじをという方具を使いながら、ね、聞かせていただくことじゃないかなというふうに、ね、あの私いただいております。はいはい、ではあの これにてお話を終わらせていただきます。はい、今月もね皆さんお参りしていただきましてありがとうございました。えー、っと来月七月はですねお盆ですのでお盆がですね八月あ七月八九の土日であります。ここのストリートをですねもうあのブロックしていろいろお店だったりえー、っとそうですねダンスも 夜になったらしますので、もしよろしかったら皆さん、あのお友達だったりご家族と一緒にあの、ね、遊びに来ていただければなというふうに思います。ですので、7月は、ね、あのこの日本語講座はお休みということでえさせていただきます。あの8月がですね、13日、ねあの、7月お休みして、8月に、ね、またお目にかかればと、こ会か書かれればと思います。 サービスもですねあのサマースケジュールになりますのでもしそうなんですよねあの、えー、いつもだったら9時半からなんですけども、えー、英語の方は、えー、サマースケジュールで、えー、1時から、ね、毎週10時から1回ほどサービスさせていただきますのでご一緒にねお参りできてる時がありましたら一緒にお参りしていただければと思います。はい そまうしましたら、つ、え、な、ーえー、まんだうつな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 んまんだうつなんまんだうつなんまんだ